イタリア中部地震は2016年10月30日7時40分、イタリア中部のマルケ州とウンブリア州の付近を震源として発生したマグニチュード6.6の地震である。また、この4日前の10月26日にも同地域を震源とする M5.5 と M6.1 の地震が発生していた。イタリア中部のルチャ付近では8月24日に M6.2 の地震が発生し、300人近くが死亡する大きな被害が出た。その後も活発な地震活動が続いていたが、特に2ヶ月後の10月26日、17時10分に M5.4 から5.5の地震が発生。約2時間後の19時18分に M5.9 から6.1の地震が発生した。19時18分の地震で建物に 大きな被害が出たが、建物倒壊による死者はいなかった。2時間前の地震で多くの人が屋外に避難していたため人的被害が軽減されたと見られる。さらにその4日後、M6.6 の地震が発生した。アメリカ地質調査所によると、10月30日の地震の震源はイタリアウンブリア州ペルージャ県のルチャの北約6キロメートルの地点で、震源の深さは 1> 約1 0トルである。マグニチュード6.6は、イタリアで起きた地震としては1980年に発生したイタリア南部地震以来の規模の強震である。10月26日の2つの地震は、8月の地震のあまり深域の北端で起きており、8月の地震に誘発された可能性がある。このうち2度目の M6.1 の地震の震源は8月24日の 地震から北西に約3 0トルの地点にある。10月30日の地震はこの2つの領域の中間で起きているが、それまでの地震で破壊されていない別の断層で起きたと見られる。左の図は10月27日のもので、30日の大地震は反映されていない。10月30日の地震は8月以降の一元の地震で最大規模であったが、 人的被害は限定的で死者は報告されていない。10月26日に相次いだ地震を受けて震源に近いカステル・サンタンジェロやプレチでは住民のほとんどがすでに避難していた。ノルチャでは歴史的建造物の聖ベネリクト教会が崩壊した。ノルチャから 110km 離れたシュトローマでも比較的大きな揺れがあり地下鉄が一時運転を見合わせた。 建物が倒壊する恐れがあるため、ノルチャ中心部への立ち入りが禁止された。遠隔地へ避難する住民も多く、地元メディアによると少なくとも4万人が避難した。ありがとうございます。